ジャケ・ドラ・ゲール像、フランスはドトロワザク・エリザベト・クロード・ジャケ・ドラ・ゲールは、フランスバロック音楽の作曲家並びに、クラブ三奏者。楽器職人の家系ジャケ家の出身で、似たような老い立ちを持つオルガニスト、クラブ三奏者のマランド・ドラ・ゲールと結婚したため、このように長い生となった。作曲家のルイ・クロード・ダカンは、夫の老いで、彼女が大母として、名付け親となった。 振動ともてはやされて、ルイ14世に午前演奏を行い、それからビルトオーソとして、また、ルイ14世の長身として活動を続ける。1684年に結婚。ジャケドラ・ラゲールは、当時の数少ない女性作曲家の一人であり、18世紀においては、バッハの重慶ヨハン・ゴット・フリート・バルターの力作、音楽辞典においても表電が載せられるほど名声があった。 彼女のクラブ三曲集は、フランスで出版されたチェンバロ作品の初期の例に数えられる。ジャケド・ラゲールの組曲は、フランソワ・クープランナーと違って、表題を持たず、また古風なプレリュードのムジュレが、開始学章に置かれていること、全般的にポリフォーニックであることなど、ルイ・クープランの作風に極めて近い。このような特色のため、 かつては、女だてらに、弦楽者というレッテルが貼られたが、近年の古楽器ブームによって、適切な演奏、解釈が試みられるようになった。一方、ジャケドラ・ゲールは、フランスにおける、イタリア趣味の初期の受容者の一人であり、アルカンジェロ・コレッリの様式とフランス人の音楽趣味を、巧みに接中して、独自のトリオ・ソナタを残している。ジャケドラ・ゲールの宗教カンタータは、 旧約聖書の除血を題材としたもので締められる。また、フランスでは初めてオペラを書いた女性作曲家でもある。次のような作品がある。ありがとうございます。